上げていく際には少し前傾角度と同じ角度で上げていき、ここからが非常にポイントになるんですけども、手首の角度を少しこのような形で使ってみてください。そうしますと同じレイドオフの形なんですけども、フェースが開かずにボールにダンスイングインパクトで向かっていくようなトップの形を作ることができます。皆さんこんにちは、大和田沙羅です。本日はドライバーのテイクバックのコツを皆さんにお伝えしていきたいと思います。多くの方がテイクバックの時にフェース面がこう開いてしまってそのままトップまで行ってしまう、こういった方が非常に多いです。でこのようにレイドオフっていうような綺麗な形には見えているんですけども、フェースが少し開いてしまっている分、腰を切って下半身回していった際にこのようにダウンスイングで開いてしまい、インパクトも開いてしまう方、このような方が非常に多いんじゃないかなと思います。ですので上げていく際には少し前傾角度と同じ角度で上げていき、ここからが非常にポイントになるんですけども、手首の角度を少しこのような形で使ってみてください。そうしますと同じレイドオフの形なんですけども、フェースが開かずにボールにダンスイングインパクトで向かっていくようなトップの形を作ることができます。でここに上げていくことによって腰を回した際にダウンスイングで前傾角度通りのインパクト時に戻ってきて、インパクトでフェースがボールに当たってそのままフォロー、ぜひこの動きを少し試していただきたいなと思います。開いてしまう例がこのようなレイドオフ、飛距離が伸びる、いわゆるフェース面がボールに向かって上がっていく上げ方がこのようなレイドオフになります。少し違いを見分けるとき、難しい方も多いかなと思うんですけども、右手で言いますと、このようなレイドオフとこのようなレイドオフのイメージになります。ここでフェースも管理ができるようになりますので、ぜひ皆さんも試していただければいいかなと思います。それでは1球ずつ打っていきます。少し開いたバージョンで打っていきます。はい、そうしますとこのように結構右に飛び出してしまうんじゃないかなと思います。次に同じレイドオフの形なんですけども、しっかりとフェース面をコントロールしたこの右手の使い方でレイドオフを作っていきます。なのでテイクバックからトップにかけての右手の使い方、右手の受け止め方を変えることによって、軽く振ってもフェース面がボールに向かって当たってくるので、ボール初速が出て飛距離が伸びるかなと思います。ぜひ皆さんもこのような意識で練習してみてください。ゴルファボでは上達に役立つメルマガを定期的にお届けしています。今登録者さん限定で新しくドライバーの飛距離アップに欠かせない12のチェックリストと練習ドリルが入った電子書籍をプレゼントしております。ドライバーを遠くに飛ばすために絶対に欠かせないチェックポイントが入っています。登録はもちろん無料です。 URL は概要欄、そしてコメント欄に記載しておきますので、ぜひそちらからダウンロードして飛距離アップに役立ててみてください。